震災1年が経って本当にこういろんな方からご支援いただく中で、一方でこうなんか1年がきっかけで忘れられてってしまうんじゃないかとか、少しずつこう支援がとかこういう手を貸していただくことが減っていくんじゃないかっていう、まさにその時にこうやって1年過ぎた後もこういう前を向くイベントをこの南相馬でしていただいて、本当にありがたいなと思ってます。咲きますように手を合わせて祈る everyday、 愛してる伝えておきたくて、明日こそあなたに会えますように空見上げて願う everyday、That's a blue